こんにちは、パルヨガのサンです。ゴロンさんとカッツーさんが倉敷愛ヨガに参加をされた時の様子です。他の参加者同様、仰向けでのポーズをします。この体勢からできることは、足の曲げ伸ばし、伸ばそうとしている足にカッツーさんのように抵抗をかける方法を取り、足の筋肉の強化ができます。曲げていた足を次に伸ばしていきます。この形は股関節からの動きになりますが、膝を守らなければならないときにはカッツーさんのように膝に手を当てて行うと安全です。ねじりのストレッチを行うと、誰しも左右差を感じます。硬い方のストレッチを行うときには、本人の反応を見ながらゆっくりと行っていきます。このようにしてゴロンさんがカッツーさんと一緒にアイヨガに参加をしているように、障害の有無にかかわらず一緒の時間、一緒の運動をすることは可能です。今はコロナの影響により人と集うことが難しいですが、運動することは健康づくりの一つです。家での運動がはかどらない方は、ぜひ一度アイヨガにお越しください。今回もご視聴くださりありがとうございました。